何の会社ですか？あ、コンサル系です。うわ、はい、今日の企画は社長感出せば OL ナンパ余裕説。違う感じですけどもスーツをねちょっとオーダーで作っていただきましたありがとうございますありがとうございます。 LA があったりしてお披露目が遅くなりましたけども、まあやっぱ元気の金髪じゃないですか。はいはい、金髪で、まあ、スーツで丸の内らへん歩いていればもしかしたらこいつ社長なんじゃないかという感じが出るというかね。まあ、前回やった時は普通の社長ではあったんですけど僕の喪服サラリーマン感あったよね、割と。確かに確かに。今回はもう社長感出ると思いますので、はい、ちょっとこれでナンパすればね。いやー、初だよ、これでナンパするの。よね、うん、まあ、これで食いつきが変わるかとかも気になりますよね。いや、気になります。いいよやってまいりました。東京駅前です。いやー、いいですね。やっぱり東京駅っていつ来ても。今日はなんか社長なんで。社長なのかな、これは。どうですか？まあ自分の思い描く社長ではありますよ。ああそうなんや。はい、まあまあケースケ系ケースケ系、まあ、いやそのそうね、言われる前に言われると恥ずかしいんですけど言われる前に言われると、あ、言う前に言われるとね。あ、そういうことか。そうってことは今日はもしかして時計両方つけてるんですか？俺時計一個持ってねって。止まる率は高かったりするんかな、やっぱ何者だみたいなって、まあキャッチとかじゃないだろうとは思うもんな、うん、謎だもんな、まあ、ここで見ると何も話しかけられなかったらなんかウェディングフォト撮る人なんかな。マジ OL っぽい人、うん、そうなんよ。迷子になっちゃった。いやいや、やばいよ。落ち合えてない。まああれやね、会食の前、会食早く着きすぎた人。そうお、すいません、すいません、こんにちは。お、服装めっちゃいいじゃないですか。え、なんか社長かなんかやってるんですか？ごめんなさい、急にめっちゃ OK です。ありがとうございます。はい、何してる？撮影なんで。あ、撮影、はい、なんか撮影あれですか、表に出るタイプの社長ですか？プロフィール写真を撮ってもらう。普段何されてるんですか？ごめんなさい、なんか急に。ただの起業家です。起業家？バリエーション言われてるよ。え、どっから声出したの？何の、そう、ごめんなさい、急に。バリエーションは教えていけないですもんね。バリエーションが分からん。バリエーションが分からん。個人事業ってことですもんね。あ、そうです、そうです。個人事業主。あ、個人事業主か。フリーで。インボイス制度はやってるんですか？え、じゃあインボイス制度もう申請しました？登録しました。あー、偉い。いや、大事ですね。番号教えてくださいよ。じゃあちょっと番号教えてもらっていいですか？インボイス変なやつ。ちょっとあの振り込みたいし。番号と連絡先とかじゃないや。ごめんなさい、冗談です、冗談ですよ。ここら辺どっか行っちゃいます？全然僕も今から会食の前なんで、もしよかったら LINE とか聞いていいですか？なんでダメですか？なんで怪しいですか？怪しいでしょ。あ、じゃあスラック、じゃあスラックでやりたりしますって言って、じゃあスラック教えてください。スラックラークでもいいですよ。ラークでもいいですよ。ラークでもいい。ラークにしますか、やりとり。ダメなの使わないですよね、 LINE ですよね、普段ないですもんね。ない。見てください、これ、ここにインスタのアカウント書いてます。じゃあでもインスタじゃなくて LINE にしましょう。インスタだったらいいよ。じゃあお姉さんのインスタ聞いてきます。じゃあいけたのか、これはいけたんじゃない？
ざけすぎて怪しまれてましたよ。インボイス制度らへんでちょっと。まあやっぱでもああいう系って普段難しいじゃないですか。はいはいはい、まあまあ言うたらみたいな感じですか言ったら。名前だし、ね、うち知らない人だけど。デートしたらしいですよ元気そういえば。いやしましたよ。これ、ね、どこで放送してんのこれ。どこで放送してんのこれ。え、かましたの、はい、いやいや、そんなこと言うか、こんなとこで。かましてそうだな、この感じ。まあ、キスはしたね。いや、もうやめやめやめよ。うわおい、なんだよ、それ。まずいって。それ、オフィスに行く前、行く後。オフィスでやめろって、本当に。オフィスで、やめて。使えるか、そんな。しないでくださいちょっと今。いやお前がまさか出してくると思わなかったからね。まあ、いろいろ話しましたけど OL は難しいっていう話ですね。だから普通は難しい。出会えないかだって。確かに確かに。そういう意味で言えば同業者みたいなね人は。え？ナンパしてください。あそうですそうです。え？はい。ナンパしてください。視聴者ファミリー。知ってます僕のこと。視聴者？え？ああお父さんですか。パパが視聴者。お父さん。かわいい。なんだよそれ。視聴者いいな。かわいいですね。かわいいね。さっきからおしゃれって言ってたので。おしゃれありがとうございます。写真撮ってもらえる。あいいよ。何そのパターン。何ですかみたいな感じ。ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。めっちゃスキップして帰ってお父さんが視聴者なんだね。かわいいな。まあ、元気は子供嫌いなんですけど。いやもうそんなこと言ってないですよ。すいませんすいません、マルビルってこれがマルビルです。なんか今が会食があって、はい、はいはい、一応調べていいですか。マルビルこっちみたいな。優しい、めっちゃ教えてくれてる。あ、じゃあこれか。マヨネーズオイルですか、お姉さん。優しいです。あ、違います。全然、はい。あ、じゃあこれ、片方、片じゃないの。あ、じゃないです。あ、たまたま遊びに。あ、いいですね、休日東京駅っていうセンスが素晴らしい。OL ではある。何してるんですか、今から。歩いて、遠出っていう。歩いて遠出。はいはい。アドームまで歩こうと思って。すごい健康的です。ありがとうございます。スポーツ好きですか。何が好きですか。サッカーと野球だったら野球が。野球。おーいいぞ。野球か。野球です。どこのファンですか。あ、地元なんで楽天が。あ、楽天。あ、東京国立。僕は見ましたよ、マークの24勝。ダメだよ、元気ぼやいちゃダメよ。ぼやかないでね、元気。いやー、マー君なぁ。ぼやきってそうだったっけ。いや、まあまあこんな、まあこんな、そうだったっけ。まあ、こんな感じ。この最近下ろしたんですよ、このスーツ。かっこよくないですか。ありがとうございます。はい。へえ、いや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 、ごめんなさい。野球好きの女性、しかも楽天好きっていうのが渋いっすね。いやー、ぜひ神宮行きましょうよ、今度。あ、そうです。神宮行くか。はい。でも来ない。楽天来ないから。なかなか来んやろ。そう。つまり千葉か。交流戦やろ。もしよかったら LINE とかで。ただの野球好き。ただの野球好き。いいですか。すみません。なんかできましたけど。もう野球が誘ったんやから。社長。マー君が完封した時のパフォーマンスもらっていいですか。ちょっと終わりに終わりしな。いきます。あ、そうだった。あ、そうだった。その右足だけは覚えてたわ。いやごめんなさい、ちょっと周りから変な目で見られた。後ろのシェフさんにすごい顔してる。冷ややかな目で見てたよ。社長が刺さってないとはいえ、あのやっぱスーツが刺さってる可能性はあるんじゃないかなっていう、うん、確かに確かに。いやスーツいいな、うん、これオープンもナンパで話してくれる率も高いか、うん、なんかヤバい人感はないからね。確かに確かに、かわいいわ。スーツいいな、かっこよくてかわいい、うん、うわー、でも確かにちょっと石川さんだぞもらっときたいな。誰だと思ってた石川さんだぞもらいたいな、ちょっと。いや、なんだそれ。そうね、ナンパ次じゃ決めたらちょっとそれ欲しいっすね。やっぱ裏地紹介したいんで。はい、了解です、了解です。すいません、すいません、ごめんなさい、あの
丸ビルを探してたんですけど、ちょっとお姉さんがおしゃれすぎます仕事聞きたいね、まず一旦ね。海外から来たばっかりで、なんか来たばっかりっていうか行ったり来たりしてるんですけど、会社やってて。 何されてるんですか普段。事務職ここら辺ですか。いや、今日の OL ってことですよね。絶対仕事できますね。空気抜いて、一回抜いてさ、こう、結構頭を広げやるみたいなさ。え？両手でバサって脱ぐよ、肩まで。一回肩で。知らないじゃん。肩壊してる。知らんだ。今、左肩終わってる。しかも、ゴーヒロミも多分知らん。ちょっと、丸ビルはこっちですよね。あ、じゃあ、新丸ビルがこっちか。まあ、あんまり分かんないです。分かんないですよ、ね。分かります。全然お姉さんと出会えた時嬉しいんで。本当に今ちょっと、もしよかったらなんですけど、今度、どうですか？カフェでも。こっちあまり来ないの。あ、東京の人じゃないですか？あ、東京じゃないです。あ、どこの人なんです？大阪。あ、大阪？全然僕、結構出張で大阪もとかも行くんで、なんかその時にご馳走できたらと思います。はい。LINE とか聞いても教えてください。あ、ダメですか。電話番号でも、電話番号いいの。電話番号逆にいいよ。はい、なるほどなるほど、いいですよ。090090 ありがとうございます。ありがとうございます。交換しましたよ。交換しました。あれは、あ、いやいやいや、石川さんだよ。石川さんだぞかな、ちょいっと違うし。石川さんだぞだね、多分ね。どっちといえば裏地を紹介したいがあまりに、すいません、すいません。裏地が可愛いんですよ、我々のね、これね、裏地可愛いんですよ。映ってるかな。そうそうそう、おい、まったく危ない危ない。いやはい、お疲れ様です。ありがとうございます。途中の映像なんですけど、スーツをね、作ってもらったってオープニングで話しましたけど、はいはい、作ってくれた人です。ありがとうございます。かっこいいな、てか。かっこいい。マジで。デニム？今日はデニムで、はい。かっこいい。なんかすごいな、この集団。いつだけ作ったの？今年の…多分5月かなんかに最初の記事選びとかやった気がするな。ね、早かったっすよね、2ヶ月ぐらいで。まあそうですね、大体そのぐらいと言われてますね。人間はその動きやすい素材みたいな、そうですね、ジャージ素材、はい、イタリアのビエレッシと言われるブランドで作らせていただいて、ちょっと純平さんとね、ノーカラーにしようということで。あ、そうそう、人間ノーカラーですね。ノーカラーで作らせていただいて、実際に元気さんはもうイタリア感を出したいということで100年以上歴史を持つデルフィノっていう、はいはい、ブランドで今回作らせていただいて、なんかもう合ってますよね、元気さん。いや、攻めた色が。いや、だいぶ、ね、すごいよね。だいぶ攻めてる、はい、で、純平さんは、うん、もうイギリスのポップスブラザーズという、いやー、もう型にはまらない唯一無二のブランド。かっこいい、説明かっこいい。俺らもやっと着れたもんね。そうなのよ、ね、この動画までちょっと眠らせてたからね。そうそうそう、ずっと着たくて着たくてしょうがなかったよかった。最近ですね、今日は。トップ側の、あ、そうね、トップ側。あ、そうですね、うん、これ、はいはいはい、俺ら着てるやつこれなんですけど、芦沢流星とかもね。芦沢さんも、はい、そうなの、そうなの、はい、そうなの、ザマッチの時の、そうです、派手なやつ、そうなんだ。そう、男惹かれちゃうじゃん。そうなのよ、これ実際に。まあでも別にそういうのじゃなくて、普段使いのスーツとか、はい、まあ、ちょっとパーティー行くよとかも全然作れる。もちろんです、ですね、人間さんとか僕みたいな、うん、ちょっとカジュアルな、うん、はいはいはい、スーツっていうのも作ることができます。ほんとナンパさっきしてて、はい、割といいよね、その反応が。本当ですか。やっぱスーツかっこいいって言われます、ナンパしててあっちから、はい、似合ってます。嬉しい、うん、めちゃめちゃ嬉しいですよ、ね、男上がるんかね、スーツ。いや、本当にスーツ屋さんやっててよかったなと思いました。本当に、まあ、実際にそのうちが
その販売がメインっていうのではなくて、うん、実際にその僕みたいにまだまだ歴浅くてもあの自分でスーツ屋さんできるんですよ。ああ、なんからしいですね。まあ、例えば今起業をこれからしたいとか、うん、サポートしてくれないと、はいはいはい、やっぱり不安という方なんかはもうぜひうちに来て。それも募集してるんですね。そうです。スーツ屋さんになりたい人もすごい。すげえな。待って、僕たちじゃメインはフランチャイズ。あ、そうなんですね。じゃこれきっかけでスーツ屋さん増えるかもしれないのか。そうですね。おいいね。実際に僕もまさかですよ、はいはい、地元徳島が東京出てきて、うん、徳島時代見てた元気ジャパンの皆さんにスーツ作って動画一緒に出るとは思わなかったんで。いやいやいや、そんなそんな、オーダースーツドリームで、わー、本当に。まあみんな概要欄からね、うん、まず気になる人ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。ぜひぜひ。いやいや、じゃあ引き続きナンパしますかね、これで。よろしくお願いします。いいよ。さあ、はい、ということで後半戦ですね。まあまあ OL もやっぱイルミネーションクリスマスが近いということで焦ってる OL もいるかもしれない。そういうこと、うん、確かに確かに。もうね、イルミも点灯してるしね、うん、一緒にね、M1 見てくれる人探さないといけませんから、やっぱりあんまおらんって、そういう、うん、そう考えると年末のライジンとかも一緒に行ってくれる人がねマジ男ちゃんですぎて。いや、ちょっとM1 も見てもらってライジンも見てくれる女の人、めっちゃいい女の子や最高の女性よ、そんな、そんな子いないんだから。モテちゃう、そんな子必死よ。シャンユーはどっちも見れんじゃない？あ、うちは M1 も好きだし、ライジンもまあ格闘技ハマってきたから、まあ別に行ってもいいなぐらい。誰も名前言わんのかい？寿司悪いみたいな。チャイの声あんま聞こえないんだよ。チャイの声はね。じゃあ順平の方にあれが言ってるから。チャイの声はほぼ聞こえません。大したこと言って、大したこと、大したこと言って大丈夫。まあいいじゃん。あ、すいません、すいません、すいません。あのこのイルミネーション。元々。元々。より綺麗です、お姉さんと。あ、ありがとうございます。 OL ですか、ちなみに。いや、専業主婦。あ、専業主婦。あら、おー、そうなんや。 OL じゃない。元 OL、 元 OL。 あ、結婚されてるってことですか。あ、もう、はい、主人の仕事で海外行ったりして。あ、そうなんだ、すごいですね。僕もその海外行ったり来たりしてるみたいな。会社やってて。あ、会社起業されてるんですか。旦那さんも会社されてるんですか、やってる。あ、そうですね。あ、これは強敵だ、旦那が起業家。やばいね。好きです。いや負けたくないな。いや旦那に負けたくないの、でも。旦那さんに負けたくないな。めちゃめちゃ強そうじゃん。めっちゃすごい人。了解です、参りました、参りました。ありがとうございます。そうね、ありがとうございます。でかいメーカーにはかなわんな。ちょっとモテ遊ばれましたね。まあね、まあそれがいいんすよね。まあいいっすね、モテ遊ばれるのね。でもいいよ、男ってアホだな。いいよ。すいません、すいません、あのこの中に丸の内オイルいますか。お、丸の内ですか。どうされたんですか。あ、いやいや、ちょっとお綺麗だったんで声かけちゃいました。さっき見かけました。え、スタバで。スタバで、はい。お、ありがとうございます。あれ、バレてる。やば。さっきスタバで3人組かなんかでいませんでした。はい、いましたよ。え、あ、たまたま すれ違ったってことですか。おー、おしゃれ。あ、これスーツです。オーダースーツ。さ、はい、今日下ろしたんですよ。おー、いい。嬉しい。
やばい、やばいだろう。これいけたんじゃない。今やばかったよ。一番社長が刺さってたわ。あ、そうなんだ。マジだった、刺さってたんや。やばい。今服のこともめっちゃ褒められて、年聞かれて、はいはいはい、28でそんな自分でやってるのすごいですねみたいな。めっちゃ嘘やけどね。めっちゃ嘘、いやでも刺さった、ね、めっちゃ嘘も悔しいけど。28でやってるやろ俺たち。ちょっとじゃあヒューガトールで締めますよ、ちょっと。誰だ。おい、やっぱリッチマップワンは見てないんか。あ、ヒューガ、それね、ヒューガね。え、キャプテン翼のヒューガヒューガトールだろ。タイガーシュートやろ。あれでしょ、キャプテン翼じゃない。壁に、あ、それはそれでいい。元気なりな社長で締めちゃっても、パフォーマンス。回転シュート打っちゃったよ。岡崎、右、岡崎、右、下がれ、下がれ、ないよ、下がれ。フリーキックなんや。ちゃんと左でやってますよ。いいですよ。さあ、どうなった？どうなる？これ。どうなる？うわあ！入ったっぽい。うるせえよ、何これ。クリロナじゃないのそれ。すみません。最後クリロナになっちゃいました。すみません。クリロナになっちゃったんかい。ってことは、まあ今回これスーツで社長感出しちゃいける説立証なんじゃないの。すごいっす。割と、まあ、若い子に刺さるんじゃない。ナンパ師諸君、もしかしたらスーツがスタンダードになるかもしれませんね。確かにこれスーツマイナスないもんね、マジで。皆さんぜひスーツナンパやってみてください。あらあら。そしてオーダーするなら大輝さんがっていうこと。ありがとうございます。オーダーした方がいい。ありがとうございます。おーチャンネル登録してほしいよ。 Have a nice day。 いいね。いいと思ったら登録してください。すかすなよ、そこ。